人間と神、仙人が手を組んだ連合軍。正念場である突入戦にて、彼らはその強みを遺憾なく発揮し、イゴドラシル内部の用地を次々に確保した。勢いに乗った連合軍はガイアの誘導でミーミルの泉へと向かう。そこに探し求めているオーディンの魂が隠されている可能性が高い。だがオーディンが事態を看過するはずがない。彼との直接対決は不可避であった。そして連合軍の行く先にはもう一つの巨大な闇も迫っていた。あの時オロチは去り際に終焉にふさわしき場所で待つと言っていたな。奴の望みは己の滅びだとすれば、世界の滅びを望むオーディンの願望と共鳴し、その近くに姿を現すつもりなのかもしれん。己の滅びを望んでいる？一体どういうことなのですか？オロチはもともと我らと同じ戦界の住人だった。だが不幸な行き違いの末、悪しき存在と化し、永遠の罰を受けることになったのだ。故にオロチは自らを滅ぼし、罰を終わらせてくれる強者を求めている。この異界も元はそのために奴が生み出したものだ。滅びのために作られた世界を滅びを恐れるオーディンが利用している。なんと皮肉で悲しい連鎖なのでしょう。ですがこの騒動に幕を引くためには目を背けるわけにはいきません。オーディンとオロチ、そのどちらからもこの先どのような形でまみえることになっても立ち向かいましょう。滅びの世界を閉ざし未来へと進むために。ミーミルの泉とやらはこの地を抜けた先か。急ぎ軍を進めるとしよう。証拠りもなく私の邪魔をしに来た。この先へは進ません。闇を滅さぬ。触れてやるわけにはいかん。オーディン様の元へは行かせん。最強の図を見せてやる。平八、これにやれ。いざマイク。力負けするなって。それなりの腕だがまだ鈍く、さらに早め。これにやれ。よな、この地にまで踏み込んでいく。自ら滅びを早めるようだ。これぞ無双。気配そうか、奴も近づいてきているのだ。遠慮はいらんぞ。なんと勇ましき敵か。無理はするな。私は滅び、またまみえ。いざ参る。好きなだけあなただ。滅びの運命からは逃れない。そんな、何事もなかったかのように復活するなんて、すごい。なんて堂々たる姿。あなたの勇者に勇気づけられました。
気配が近づいている。まもなく。無駄よ。まもなくこの世界は滅ぶ。我が望みが成就するのと引き換え。オーデン、やはりまた姿を現したか。魂を滅ぼさん限り倒れぬとは不愉快な奴よ。不愉快でも戦うより他あるまい。この先へ進むためにはな。いざ参る。あら皆さん、おさらいで。これならオロチ様もきっと満足してくれるわ。来たか。ちょうどいい。ここの始末はあの者たちに任せるとしよう。どうやらオーディンは去ったようだな。早々に妖魔軍を退け、この地を抜けるとしよう。妖魔があんなにたくさん。見せてやる。ここは私に行かせてください。打ちのめす。強さ、わし以上かもしれん。未来を信じて戦えば道は開けます。皆さん、勇気を奮い起こしてください。妖魔どもに我が愛の力を注ぎ込んでくれよ。さあ、行ってあやつらを粉砕せい。平八、これにやれ。日の森に妖魔どもを強化したよう、実のもとを断ちたいところだが。我が愛はオロチ様の露払いに過ぎ、刹那の勝利に酔うておる。これで術の効果が消えたはずだ。残った妖魔どもを殲滅するぞ。お前は私が認めた勝利。これぐらいの働き当然だな。こんな奴らに敗れるわけには。弱者相手に何を手こずっている。どけ。俺が叩き潰してやる。そんな方で満足してもらっては困る。貴公に対する私の期待は遥かに高い。無双と褒めてやってもよいが、のぼせるな。数を誇りすぎるとみっともない。いいか、腰抜けども、この俺に続け。敵の倒し方を教えてやる。最強の武を見せてやる。俺も遊んであげようじゃないの。そんな風に分身か。猿の一つ覚えではあるが、厄介だな。俺が行こう。心眼を見抜けば早急に型をつけられるはずだ。私が認めた勝利。これぐらいの働き当然だな。俺の他にも戦士と呼べる奴がいたか。共に敵を血祭りに上げてやろう。そんな功で満足してもらっては困る。貴公に対する私の期待は遥かに高い。滅びを欲する我を倒せずして、生に勝ち得たオーディンを倒すことはできない。強者たちよ、我を超えてゆけ。闇を滅散。あいたたた。そりゃ俺は帰るぜ。
あとよろしく。守備は上々。残る敵を討滅せん。とうとう現れたか、オロチ。ここがお前の選んだ終幕の地というわけだな。オロチ、ようやく現れた。そこを動くな。貴様は俺が倒す。それなりの腕だが、まだ未熟よ。さらに励む。オーディンの生への執着、それが破滅を呼ぶ力となる。満ちてよ、この地こそ我が滅びにふさわしい。待ちわびたぞ、強者よ、我に挑め。オロチさん、清盛も冥府まで音もつかまつりまするぞ。これで終わるか。オロチよ、ついに自らの望む永遠の滅びを得たか。戦界にて犯したその罪もまた今ここに葬ろう。今度こそ安らかに眠るのね。さらばだ、オロチ。その安らぎの時が常しえに妨げられぬことを祈る。最後は我らで見送ってやれてよかったかもしれんな。ああ、もう終わっちゃった。まだ全然遊び足りないのに。ってことで次はこっちで遊ばせてもらおっかな。ダッキー、これは何の冗談だ。ヒコーラもオロチと共に滅びたのではなかったのか。そんなわけないでしょ。私たちまで滅びちゃったら一体誰がオロチ様を復活させるっていうの。呆れたな。お前たちまだ諦めていないのか。無論よ、オロチ様は必ずや復活される。だがそれはまだ先の話。ひとまず今はケイラと敵対する理由はない。さまざま、俺たちヨーマはオロチ様の配下であって、オーディンの配下ではないからな。意味もなく奴にこき使われ続けるのはごめんだ。実は俺、前からオーディンと戦ってみたいと思ってたんだよね。強そうだし、絶対面白いじゃない。とにかく、またオロチ様を復活させるためにもオーディンに世界を滅ぼされちゃ困るの。だから、あんたたちの味方になってあげる。ようわからんけど、ダッキちゃんが行くならうちも行くで。まあいいんじゃないか。だいぶ悪の強そうなやつばかりだが、とりあえず戦力にはなりそうだからな。ええ、仲間が増えるのは素晴らしいことです。皆さんよろしくお願いします。ひとまずオロチは撃てた。だがオーディンは未だ健在。そればかりか、何度倒しても蘇ってきてしまう。このまま闇雲にオーディンと戦ったとて、こちらが消耗するだけだ。何か手を講じねばなるまい。案ずるな、英雄たちよ。先に倒したオロチの力を皆の腕輪に封じ込めた。その滅びの力を使えば、オーディンとて無事ではいられまい。力を削ぎ弱らせることができるであろう。だがたとえ弱らせたとて、魂が健在ならば奴は蘇るのだろう。それでは単なる時間稼ぎでしか。
なるほど、まさに時間稼ぎをするのだな。ハデスが魂の場所を突き止めるまでの。そういうことだ。お前たちがオーディンと戦って引きつけている間に、俺はこっそり先行しミーミルの泉へと近づく。おそらく奴の魂は泉の周辺に隠されているはず。できる限り早くその場所を突き止めてお前たちに知らせるよ。本当に危険な役目だけど、ハデス、あなたなら大丈夫だって信じてるわ。でもくれぐれも無茶はしちゃダメよ。わかってるって。それじゃ俺は先に行く。お互いに最善を尽くすとしようぜ。ハデス。ガイアよ、案ずるな。ハデスならば必ずやり遂げよう。わしらはわしらのなすべきことに集中せねば。そうね、あの子が魂の在りかを突き止めるまで私たちでオーディンを食い止めなくちゃ。さあ行くわよ。オーディンの野望を終わらせて私たちみんなの世界を守るために。様のいない世界って退屈。何にもやる気出ない。とは申せ、再びオロチ様を復活させるならばオーディンを亡き者にしておかねばなるまいぞ。そんなこと言われなくても分かってるわよ。だけど私の心にぽっかり開いた穴はそう簡単には埋まらない。敵衆、皆の者、出会え出会え、出陣だ。ちょっと、せっかく人が干渉に浸ってるっていうのに、何なのよあの騒々しいお子ちゃまは。